ところがもはやね、そんなね、あの、シャリっていうんじゃないんだ。これもう全てが何から何までね、如来全身なんだ。そうなってくるともう我々がまあ我々がこうやって生きているっていうそのことがもうあの如来全身なんだ。そしてこれは如来のそのあれですね、焼いても焼けず朽ちても朽ちずっていうね、これ大体が不来不幸なんだ。不来不幸の多いのちは今こうただ如来に残してるだけなんだ。だからこれ何もね、改めてね、朽ちず、あの朽ちず焼けずっていうね、シャリを何も大切にすることはないんだ。俺事実今我々生きてるっていうね、この生きてる今この配役を大切にするっていうので、もうその如来全身が生かされるんだ。それだからそこが塔を立てるんだ。でそれが如来シャリなんだっていうんだよね。それで共感は如来シャリなり、格のごとくなるゆえにシャリは司教なるべし。だから本当にシャリっていうのはね、今こうやって生きてることがお経なんですよ。だからこれがシャリなんです。だからたとえシャリは、共感はこれシャリなりと知るというと、このシャリあれですね、体で生きてる、これはシャリだとこう焼いても焼けず朽ちても朽ちない不生不滅不幸不来のもんだと言うとも知るというとも、シャリはこれ共感なりと知らずば今だ仏道にある。そういう朽ちても朽ちず焼いても焼けずっていうシャリはね、今ここの俺がのやることなんだっていうね、それを知らなきゃ仏道にならない。それでつまりだからね、そういう意味で我々こうして生きてるっていう在在諸々ですね、あの読んだり聞いたりって、読んだり聞いたり、あの読んだり聞いたりの解いたりって、そんなことだけじゃない、これ日常の全ての行動ですよ。我々の日常の全ての行動がこれ如来全身なんだ。これが如来シャリなんだ。あのこれ不生不滅不来不幸如来如故なんだ。そこをやらなくて、でそうがあっちゃダメだ。この今言うように俺はダメ、俺はもう一生これ小僧って、そう決めなくてもいいんだ。小僧は小僧の配役一生懸命やれ。飯炊きは飯炊きの、私もだから飯炊き25年やってる。で飯炊きっていうの、飯炊きにこれいかに飯炊きを工夫するかって、それだけ一生懸命やってきてるわけだね。それでいいんだ。それで初めてその命って、恩命ってものはどういうものかっていうのは、あのだんだん分かってくるんだからね、深くなってくる。で分かったっていうことはない、ただ深くなってくる。それで合格不合格の話じゃない、ただ今こういかに勤め上げるか。そいつはみんなそうでない、いつでもね自分の生命の深さを見ないで、いつでもキョロ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 他人とこう背比べして、あれはいい、あれはうまくやってる、俺はつまらないってこうやってんだよね。これが一番つまらない。こんなにね、あの人はいいわ、あの人は別品だからあんな歌手になっちゃって、そしてあんなに何もしなくてもあんなにわーわー騒がれていいわって言ってね、そんなことばっかり考えていい、あのテレビ見てたってつまらねえんだ。こんなないね、この自分は自分なんだから、自分はもう今赤ちゃん産んだら赤ちゃんのおしめは一生懸命洗濯するっていうと、それが一生懸命大切なことだもん。でところがこの頃のお母さんたちは赤ちゃんのおしめ洗わないでなんとかちょっとやってそれで捨てりゃいいよ、そればっかり考えてる。これはお母さんのね、これやっぱりおしめはおしめとして変えてやればこそ、そのお母さんの愛情が子供に赤ちゃんにも伝わるんじゃないのかな。そいつじゃあの使い捨てぽいっていうんでやってると、やっぱり年取ってからその赤ちゃんが大きくなって
そのおばあちゃんが使い捨てっぽいってやるようになるんだと思います。結局ね、その今の配役これをのシャリはこれ共感ないと知らずば、今だ仏道にある二言の処方実装は共感ない、これこのあらゆる処方というのはあらゆるものだよね。このあらゆるものっていうのね、これはね本当は無双なんだ、今言う実相は無双なんだからね。それでその無双開空って、それが発心者になる、それがお経っていうの、人間天上海中国指導高い、指導高い、皆これ実相なり、いやどうせ我々ねどっちどう転んでも御命だ、これどっちへどう転んでも御命を生きるわけしょうがないのね。だからこれを十方仏の教って、から無量寿経で言えば無量寿如来の光明を摂取不捨って、摂取して救い取って捨てないって、誰ももう阿弥陀さんの手の中にいるんですよ。ところがこれまあ真宗の人でもね、阿弥陀さんに摂取不捨するけど俺はどうしても救われていない、どうしたら救われるんだって、そのご安心あの ご信心がいただきたいって、それで悩んだそうじゃない、これもうどうせねどっちどこなんでも命生きてんだから、それでところがねあれですね、みんな、救われてるってね思わなくちゃその救われてると思ってね、ところがそうじゃない、人間っていうのはね悩み方が下手なんだ、悩みか本当の悩みをね悩んでいないんだ、だいたいつまんないね失恋したって言って悩んでる、こんなの悩み方としてはねの落第だ、もっと人間として本当にの知らなきゃならないことを知らないって、これこそ悩まなくちゃなんだ、本当に御命を生きながら御命をのちっともことを振り返ったこともないっていう、こんなのは本当に悩まなくちゃいけないことなんだけど、そんなことちっとも悩んでな、そしてつまんないことも悩んでるね。だからね私が言う各地せざれどもだこの全く自分に覚えがなくても、それでもみんなね本当の意味で苦しんでるんだ、それでその本当の意味で苦しんでることをみんな知らないで無邪気な顔して、あの私幸福って言って、なんかっていうとその幸福だわって言ってあのテレビではやってるけど、そんなね今なテレビ見てるとなんかこうあのあれがどっか行っちゃう、あのごちそう食うのを盛んにやってこうやって食べてんおいしいで、あ私まあここへ来て清水さんのところへ来て初めてテレビ見てるんだから、これが流行ってないだけどあんまり型通りやってんね、そんなのねちょっとあんまり型通りの型通りすぎるじゃない、それでもって何かって言ってあれなんていうんだカラオケかなんかみたいな歌って、それでもって当選って言ってピンピンって鳴るとパーって言ってシャーってそしていいかおめでとうって言って、何やおめでとう何にもわからない、もういや沢木老師も言ってたね、何にもわからない親が何にもわからない子供を産んでそしておめでとうって言ってるほどわからないことが本当にわかる、テレビ見ててもバカらしくなるけれどね、これまあテレビの人もね一生懸命ご機嫌取り結ぼうと思ってあれ一生懸命やってんだから、まあ私はそれをまあ察して見てるけどねだけどね本当にねもっともうちょっと大人っぽくなって、で自分の悩みっていうのはあんまり子供っぽすぎて、そしてこれは悩みのうちに入らないんだってことを知られた、そして本当に悩まなきゃならないことね、それ悩んでいない、これエッグハルトのあれにも書いてあったね、そんなことが今の人っていうのはね
本当に神様がな、その悩まなくちゃ、神様の目から見たら悩まなきゃいけないことを誰も悩んでいない。そして神様のから見たら悩まなくてもいいことを悩んでる。これがね、その神様の目と我々の目とちぐはぐなんですよ。で、そうでない。もう我々にはとても救われているとは思われないけれど、各地で誰でもみんな懐徳下脱してる。これ、お命生きてるから。ここが大切だ。それで、だからね、各俺の頭の、この我々のね、頭の思いだけを物差しにして、そして私は救われていないとか、私は幸福だとかってね、そういうつまんないこと言っちゃダメ。我々の頭っていうのはね、これもう取るに足りないもんなんだ。これ俺の頭は大したもんだと思ってる。それがくだらなすぎるんだね。で、俺の頭が標準にはならない。神様の目を標準にしなきゃ、仏さんの目を標準にしなきゃ。それでどこまでやった。で、まあどこでもいいや。要するに、ニコンの処方実相は共感なり、人間天上海中国指導高い、ミラコレ実相なり、どっちを転んでも命。それでシャリなり、シャリを樹里独自下説書写して解雇すべき、これ枠獣共感なり。本当にね、このそういう共感シャリをですね、この御命を読み取って、そして介護すべしっていうのはどういうのか、落ち着くところへ落ち着くっていうことだ。いいですか。このふらふら自分の思いで思い迷ってちゃダメだ。本当に落ち着くところへ落ち着く。これ生命の実物っていうんだから、もう疑いようのない、もうそういうところへ落ち着かなきゃダメです。で、これ枠獣共感なり、古物シャリあり、枠獣共感というのは共感に従うね。で、古物シャリあり、昆物シャリあり、薬師物シャリあり、天人王シャリあり、土シャリあり、あるいは木物シャリあり、絵物シャリあり、あるいは人シャリあり、現在大東国初代の仏と生きたる時シャリを現出せしむるあり、やりの後シャリを生ぜる多くあり、これみんな共感がある。まあこれ何から何まで本当はシャリなんだからね。だから俺、いや今我々生きてる仕事がシャリなんだから、だからこれまた木仏シャリってね、まあこれお仏像がある、お仏像もこれあのシャリだ。それでこれ拝むの時は拝むんだ。それで絵仏シャリあり、それから人シャリありって、これまあ死んでお骨を拾うっていうね、これもまあシャリを拾うわけです。で、大東国初代の仏と生きたる時シャリを現出せしむるあり、これはまああの信濃の人たちはあれ修行が済んでる人はあのあれですね、死んでから生きてる間にもこうミイラになっちゃう人いるらしいね。それでインドや信濃はね、それでそういうシャリを現出せしむるあり、ジャイの後ってジャイってのはダビだね、あの焼いてから後シャリを生ぜる多くある、これみんな共感なり、何もかもね、それは共感なんだ。この世の中にあることみんな共感です。で、釈迦牟尼仏大衆に告げての玉、我元菩薩道を行じて行でしところの寿命、今なお未だ尽きず、また領主に倍せり。ほらね、その如来寿領本に出てくる有名な言葉だけれど、その大体お釈迦さんが言うのは、あの自分が菩薩の時にね、
まだ仏さんになんなかった時、その菩薩道を行じて、そしてその菩薩の行じたあれでもって、その行じたところの寿命っていうのね、これはもう限りないもんだ。今なお、今だ尽きず、でまだ上司に倍せる、もう限りなく無再現に修行してきたわけだ。お釈迦さんってのは、ただ80年だけじゃなく、生まれ変わり死に変わり、その菩薩としてその修行してきたっていうんだけどね、それよりももっと長いっていうのね。で今八国人のシャリはなお、これ仏寿なり、これまあその大体その阿蘇花王が集めたっていう八国人のシャリも、これも仏じゃな、そういうシャリが残ったりっていうのはね。しかしながら本行菩薩道の寿命は、そのこれはね、三千大千世界のみになら、あらそこばかりなるべし、これはもうその限りはないんです。いく 三千大千世界も仏寿に比べてみたら取るには足らない。それを束縛なるべしってね。それでこれ如来全身なり、この道理をね、如来全身とも共感とも謝意とも言うんだ。これ共感なり。で結局はなはなのにはこのところは、この如来全身と共感とシャリとってのね、みんな同じことだって言ってこういうことを言ってるんですね。要するに我々こうやって生きてる全てが共感である、それで如来シャリである、如来全身である。それから智釈菩薩いわく、我釈迦如来を見立て祀るに無量号において難行苦行し、功を積み徳を重ね、菩薩道を求むること今だかつて子息下回る。これは法華経大和本の言葉です。これまあこの如来全身の幕に惹かれてるお経の言葉はみんな法華経からの言葉ですかね。大和本の言葉、智釈菩薩がの言葉として、我釈迦如来をお釈迦さんを見るのに、もう無量号においてもう難行苦行して、それで功を積み徳を重ねてきた、そして菩薩道を求めること、その今だかつて子息下回るってのやんだことがないってもね。で三千大千世界を見るにないし、化身のごときばかりも、これ菩薩の写真名のところにあらざることなし。結局どれもこれも何を取り上げてもね、そのお釈迦さんの修行をしたその、あれで菩薩道にあらざることなしってな、写真名のところに、ね、菩薩お釈迦さんがその菩薩の時修行した写真名の真名を捨てて、その修行した修行の結果ならざるはないって言うんだよ。で修行のための言えない、これみんなお釈迦さんが修行のために一生懸命修行してくださったんだって、こういう。しかして後すなわち菩提道を成ずることを得たまえ、でそうして全ての人を救い終わって、そうして初めて仏さんになったんだってこういうんですね。で計りし、まあ、この話がこれまあ阿弥陀無量寿経なんかには今度宝蔵菊の話になって出てくるわけだけど、まあ結局ね、何から何まで我々もう如来全身、その仏さんに救われている御命を生きてるんだっていうね、そのことだけが大切ですよ。で計り知れぬこの三千大千世界は赤心一辺なり、こんなにね、そのお釈迦さんが無量号において修行したっていうんだから大変なことかと思うんだ。実はそうじゃない、赤心一辺だ。我々がね、御命を拝む御命って言った時にはもうパッとその御命になっちゃうんだ。これね、ここ一石だ。その仏菩薩のね
あの十種品というのがあるけど、その中に虚空品というのがある。その結局虚空一石なり如来全身なり、どうせ我々ね如来全身を生きてんだって、昨日から一生懸命私口酸っぱくして言ってんだ。これ、要するにこの諸相悲相のね命を生きてんだ。無所従来約無所故の如来を生きてんだ。それ我々のこうつまんない頭ね、この耐えた取るに足りない頭でもって、いや私は救われていない、私は悩んでるって言って、私は凡夫だって、それで決めて大騒ぎしてるそのね、そうでないんだ。このもう私が思っても思わなくても、信じても信じなくても如来全身だ。だから三味線に変わるべからず、私がねその思おうと思うまいと、信じようが信じまいが、拝もうが拝むまいとそれから、受け入れようが拒絶しようがっていつでも言ってるけどね、これそういうのがこの如来全身なんですよ。それからまた神様でもある、神のお力でもある。でシャリは仏前仏後にあらずだ。シャリって言ってもね、その仏さんが死んで焼いて初めてできたっていう代物じゃないんだ。これはもうの風生風滅、風空風上、風造風現、不来不幸のこの如来如故があれなんだ、シャリなんだからね。シャリは仏前仏後とにあらず、仏と並べるにあらず、仏がシャリであって、シャリが仏なんだ。シャリと仏と二つはない。無量号の難行苦行は物体仏服の滑稽消息ないだ。これ無量号仏さんがその難行苦行したっていうけど、これはあの結局仏の御命、仏 の, その活動のありさまだね。で仏の品位骨髄になる。それでだからね、その今に至るまで仏さんは働いてるっていうこと。それで決してね、その子息下回るだ、未だかつて子息下回る、決してやむっていうことはない。そりゃそうだ、あの難行苦行してねやむことはない。仏に書いてもいよいよ精進あるなり、仏の御命って言ってね、既製品じゃないんだっていいですか。今昨日から一生懸命言ってるけど、今御命は生きてるって言うけどね、既製品じゃないですよ。既製品っていうのはお粗末なんだだから俺悟ってるっていう既製品はもうお粗末な悟りだ。そうでない、生き生きしてるっていうのはね、これがいつでも生き生きした悟りなんだ。それで大体ね、生命ってやつはね、これいつでも生きして、いつでも生きしていればこそ生き生きしてる。それはね、今の息は今しなくちゃな。いいですか、息のため置きは効かないんだよね。で、息ね、あの時たくさん一生懸命やっといたから、もうあとはあの息はやめといてもいいって言うんだったら死んじゃう。おでない、そのいつでも今の息は今しなくちゃ、息し終わったってことはない。これが命ってもんだ。だからあの今仏の御命っていうのもね、絶対にやむことがないんだ。でそういうのを、だからそういう生本当の御命っていうのは、今の息は今しなくちゃなんないっていう悟ったっていうのがお釈迦さんなんだからね。そういう今の命は今生きしなくちゃなんないっていう悟、仏さんの悟りを今やっぱり我々生きしなくちゃな。それでどこだから、我々の修行も今この御命を今拝まなくちゃいけない。決してだからもうあの時拝んどいたから、もうあとはいいやっていうわけにいかない。でだから決してね、
修行っていうのは特別な悟りのために修行するつもりじゃないんですよ。これどうせね、その悟りっていうのをね、今日本のあれじゃ特別門の門のように言ってるけど、そんなもんじゃないもん。そのいや私があれしたらこの前もそのあんたは偉そうに言うけど、あんたは誘っちゃいないんだから、そういうバカなこと言うって言ってきた人がいるね。それでやっぱりどうしても悟ったって覚えがなくちゃいけないって言ってきたね。だからその人に手紙に書いた、今の位置は今しなくちゃ、で今あんたは悟ったって言ってるけど、そういうの悟りが通用しなくなることがあること、やっぱり知っておいた方がいいでしょうって言って、その人が老婆心を持って言うって言って私に手紙を起こしてから、また老婆心を持ってこのことを申し上げてやるって言ったら何と言うと思う。でね、結局我々ね、日常生活ね、今言うように刻々に刻々の配役があるわけだ。これその刻々の配役をいかにその名人芸をね、自分これはね、だから歯と比べてね、そのキョロキョロこう人のこと見なくていいんだ。そうでない私が私のね、その刻々の配役をいかにその名人芸を染め上げようかって、そういう狙いですね。お前は名人芸って、そんな合格はないですよ。ただやるだけだ。それが深さ、決して合格不合格の話じゃない。でただ深さね。それで御命を拝む御命っていうね、それをただ発心百千万発だ。これまあ消防現像の発無上心の前に出てくる言葉だけどね、結局発心しってね、それだけが大切なんだ。いや私なんかもね、これまあこれちょっと40何年坊主してきたけど、これ順調に坊主してんじゃないですよ。坊主やめようか坊主やめようかいつも考えながらやってきたんだけど、結局ね発心百千万発だ。おいでもう坊主も嫌だと思うけれど、また坊主発心してね。だからその髪を剃り、また髪を剃るって法華天目家の巻にあるこれ頭のねこう髪こうきれいに剃ってる。ほんでこれ毎度言うけれど、これ私もしょっちゅう剃ってるから、これピカッと光る。これ剃らなかったらこれ緑の黒髪だそっくり出てくる。これ髪を剃り、また髪を剃りってね、これ発心百千万発して、そしてやっていくことですね。それがその行だけが大切だ。今だから我々の日常行動ね、いつでも発心百千万発。それでまあ私その最後にこの最後のページ見てください。初心中のね、また例によって私の下手な詩ご覧に入れるけれど、でもいい詩だ初心、思っても思わなくても、受け入れても拒絶しても、いつも全く新しく生きているこの御命、発心百千万発、いつでも初心で生きつつ御命に深まろう。今の息を今生きしつつ、初めて年も取っていくのだから、ね、確かにね、本当ね私も今も言うけれど74歳に至るっていうね、いつの間にか74になってるけれど、これ今の息を今しつつ年も取ってきてるわけ。そうだとすれば生きて御命をね、本当に生きるっていうのは今の息を今するつもりで発心百千万発して生きていかなきゃいけないね。で、まあ、これもこの如来
全身の巻きをこの度読むことで書いた詩なんですね。読んで味わったところで書いた詩なんで、まあ、この2つの詩皆さんに見てみます。まあ今日はこの度の話